るライトンです。ママトンです。はい、今日はね、はい、ライトンがちょっと興味を持ったネイルをやりたいと思います。で、ハロウィンネイルっぽくね、もう何にもノープランなんですけど、まあ、あるものでね、それっぽくできるかやってみたいと思います。今回使うのはこちらのウィークリージェルっていう、まあ、ジェルネイルができるものなんですけど、まあ、ジェルネイルなんだけど1週間から10日ぐらい持つっていうもので、学校とか会社とか、まあ、ネイルダメとかね、派手なものはダメとか規則がいっぱいあると思うので、まあ、1日だけとか週末だけ楽しみたいっていう方にすごいぴったりなものです。何がすごいいいかっていうと、なんとね、こうペリって簡単に剥がすことができるネイルなので、除光液をね使ってゴシゴシ落とさなきゃいけないとか、わざわざねこうアセトンとかちょっと爪に負担がかかるものを使ったりとか、そういうのが必要ないので、すごいね楽しめる、簡単に楽しめるネイルなので、まあ、今回はライトンもやりたいということで一緒にやってみたいと思います。ハロウィンっぽいネイルができるかどうかやってみたいと思います。今持ってるウィークリージェルはこちらのラインナップです。あんまりね、まだ数多く持ってなくって、まだまだママトンもね初心者なので、クリアカラーとあとまあ 赤系とかちょっと落ち着いた色など持ってる感じです。で、今ね初心者って言ったんですけど、そのね長持ちさせるにはこううまくね塗らないとダメなんですよ。じゃあ早速やっていきましょうかね。これがウィークリージェルです。でこれを開けまして、まあ普通のマニキュアみたいな感じですね。じゃあまずママトンが普通に塗りますね。こういうやつ綺麗だ。綺麗じゃない。でまず みんなに見せて。そう、まずこれは USB タイプなので USB パソコンにつなぎます。 USB につないだら真ん中にボタンがあるので押すと UV ライトがつきます。指を入れます。まあ自動的に時間が経つと消えるのでそれまで待ちます。すごい簡単だよね。塗って入れてもうすぐできちゃう。すごい。まあ一応このランプは、まあ、2回ぐらいやった方が、まあ、しっかり定着するって多分いう感じだと思うので、まあ、2回ぐらいねやった方が無難かと思います。でこれね幅が広いからほとんどの指も塗っちゃって一気にやれば、やばい、消えた。そう、一本一本やらなくてもね消えました。おーすごい、もうジェルっぽくねぷっくりしてます。で全然触っても平気でしょ。すごい、1回でもバッチリだね。結構光が強いのかな。結構難しいでしょ。でママともやりますかね。ママとどうしようかな。なんかホラーっぽくしたいから、でも黒がないんだよね、残念ながら。黒がないからね。まあでもそれっぽく。できた。できた。よく伸ばした。うん、はみ出したね、ちょっと指。ナイトンがライトに当てる。うん、紫ね、ハロウィンっぽいよね。これ塗ってきます。全部塗って。すごいでしょ。上手上手、まあ、ちょっとはみ出してもね取れるから、その部分だけ。ライトめっちゃ光ってる。ホラーだわ。ホラー待って面白い。血っぽくなった。どう？血みたい。ある程度ベースを作りました。ここはね、ここは血にして、こっちはハロウィンっぽい色にしました。ちょっとねこの上からマッキーで絵を描きます。本当はね黒のジェルネイルで やった方がいいのかもしれないですけど、今黒なくて、でどうせねこうペリッと剥がれちゃうので上から描いちゃいます。猫描いてる。はい、できました。じゃあ見せましょう。じゃーん、見えますかね。ハロウィンっぽくなりましたかね。ライトンはピンクと赤をベースに作ってますね、はい、どうですか。いや結構出来栄えはめっちゃ楽しい。あ、よかったよかった。まさかね、あの息子男の子とね一緒にネイルをやることになるとは産む時は思ってませんでしたね。血っぽい感じとこんな感じでね、
はい、ライトンの指輪はこんな感じです。ママがね、あの絵描いてあげたり、ライトンが描いてって言って、ライクすごいね、この血の塊みたいになってるのライクが作ったの。そうだよ、すごいね。いいね、これは自分で。もうすごい、これにちょっとぷっくらして赤のこのジェルを取っていきたいと思います。これね、見えるかしら。お、今見ましたか。ちょっとやっただけでペロッと、ほらわかるかな。お、ペロリンチョペロリンチョペロリンチョ、これもう剥がしちゃう手で。おお、手が洗ったね。かす危ね。本当はね、綺麗にペロッとまんま取れるんですけど、だいたいねこう分かれてちぎれる場合もあります。よいしょ、ほら綺麗にペロン取れました。すっきり、すっきりんこ、すっきりんこです。はい、ライトンの爪にさらにお絵描きしました。かわいいお化け描けました。超ちっちゃくてね、超ちっちゃくて描くの大変だったけど、そうね、ホラーマン的なドクロとかジャッコアランタンね。ジャッコアランタン、ちょっとこれはこうニコちゃんが崩れたみたいな感じこんな感じで親子でネイル楽しみました。概要欄にウィークリージェルの URL 貼ってあるのでぜひ見てください。はい、というわけでウィークリージェルでハロウィンっぽいネイルをして楽しみました。笑いともね、学校にしていっちゃいけないので、まあ、ペロッとね学校の前に剥がしてね、綺麗にして、綺麗にしないとねまあお休みの日はね、これで楽しみたいと思います。簡単だったでしょ。うん、ね、ライトンでもできるもんね。うん、あ、うんうん、塗ってライトを当てて、でもなんかあとは絵描いたり、あとはね、あとはこういうねキラキラいろいろあるので、こういうの貼ってもいいし、くっつけてもいいしね、いろいろねアレンジはいくらでもできて、でちょっと失敗したと思ったらね、もうピリッと剥がしちゃえばいいし、はい、上から重ねてもいいし、すごいね自由自在なので、ハロウィーン、ハロウィーン、ハロウィーン、ウィーン、ウィーン。というわけでこんな感じでハロウィーンネイルできました。はい、というわけで楽しかったね。はい、今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。バイバイ。Bro, don't you look at that? I said, my friend, what you looking at? I think she